っとやってみていいですか、あのブレイクしながら。先月あるドラマの撮影が始まりました。本番よーいスタート。怪盗のバカ野郎。一見普通のドラマ撮影、ただ一つ違うのは。OK です。はい、今の方が良かったと思います。ありがとうございます。実はこの女の子がドラマの監督なんです。栗林優子監督、17歳、都立高校に通う2年生です。学校では演劇部の部長として部員たちを引っ張りながら舞台の脚本演出などを手掛けています。撮影するのは本格的なドラマでも、高校生に作れるのでしょうか。だんだんこれ本当に面白いのかと思うんですけど、撮影現場には監督とは何かをめぐる葛藤がありました。これはドラマ撮影の裏側に隠されたもう一つの夏の記録です。私が監督なんて、女子高生監督が悩んだ夏。OK です。高校2年生の栗林優子監督が撮影に挑んでいたのは青い鳥なんてというドラマ。主人公の女子高生浅寺香玲矢と同級生の関谷光一、バカにしてねえって。2人は夏休みの最後の1日に偶然青い鳥を見つけます。青い鳥を病院へ運ぶ途中、時に言い合いになりながらもお互いを理解していく青春ドラマです。幸せな青い鳥ってさ、もしかしてインコだったのかな。主人公のカレアを演じるのは、数多くの CM やドラマに出演している若手女優飯豊まりえさん。関谷役には注目の若手俳優杉野遥亮さん、そしてマキタスポーツさんなど個性的な脇役も続々登場。一癖や二癖もある人たちの群像劇にもなっています。撮影期間は8月3日から11日まで、2日間の休みを挟んだ7日間で行われました。短い期間で撮影を無事やり遂げるためには準備とプロのサポートが必要です。今回栗林監督をサポートしたのが助監督の奈良木の彩さん。毎回ドラマ甲子園では普段ドラマの監督をしているプロが助監督として高校生監督をサポートしてくれます。しかし撮影前の準備段階から栗林監督は悩んでいました。自分から発信とか、多分なんか監督だったらした方がいいんだろうけれども、適当に返事して、あでもやっぱりそっちの方が良かったみたいなこともすごく多かったりして、ダメだなと思います。はい、演劇部で培ってきたはずの力がなかなか発揮できず、もどかしく感じていたのです。いよいよドラマ撮影スタート。よろしくお願いします。牧田さんが演じるのは路上ミュージシャンの平町。いきます、よーい、はい。僕の娘でも全然おかしくないんですよ。よく書けたなというか、なんかよくこういう世界を構築できたといいましょうか。それは恐ろしい。撮影初日は平町が歌う中、さまざまな登場人物が行き交う群像劇を形作る重要なシーンです。お願いします。平町さんがもらった時にちょっとこう
えっていうだけじゃなくて、ちょっと嬉しそうな感じの、そうだね、ちょっとだけ、はい、お願いします。はい、僕のビジュアルで結構嬉しいとなんかちょっと危険な香りもする。本番前、出演者に演技指導をしていきますが、まだ緊張気味。演技をつけた後の打ち合わせでは、2のひだまち、3でルーズ、2ショット、2人とも入ってるところです、うん、でこれを飛び交う専門用語についていけません。しかし戸惑っている暇はありません。いかがでしょうか、いかがでしょう、いいと思います。あ、待って、 OK です。トランシーバーでの受け答え一つで四苦八苦。バタバタと初日は終わりました。はい、ありがとうございました。牧田さんはこの1日で撮影終了。なかなかいい体験をさせてもらいましたね。はい、お願いします。でね、演技をつけるわけですけど、ういういしかったですね。こう一生懸命やってる姿っていうのはね、やっぱね、胸を打ちましたね。2日目からは主役の2人が登場。物語が始まる重要な冒頭シーンです。マキアの方がちょっとひょとんとしてきたなと思うので、ちょっとあーみたいな感じでお願いします。あー、なんかうわーダメだみたいな、うわーダメだ、なんだろう。この日はイメージする演技をうまく伝えられないことに悩んでいました。ドラマの自然と舞台の自然でもかなり違うんだろうなとか思うと、なんか悩んでも悩んでばっかりで、ちょっと最低限やるべきことすら実装できてない感がちょっとあるので今ちょっと、隣に座る記録さんも監督の悩みの聞き役です。そこにもう一人の主役、青い鳥登場。よく飼いならされているのですが、本物の石製インコなので撮影は慎重に進めなくてはなりません。公演の撮影時間に制限がある中で、飛んでしまったり、キョロキョロ目線を動かしたり、じっとしてくれません。さらに線路が近いため、電車が通るたびにセリフの録音ができず、撮影は何回も中断。時間のない中、監督の悩みはピークを迎えていました。ここからは許容とか、ここはちょっとやっぱり直したいっていう幅があるじゃないですか。でも今時間も時間だし、その許容をこうギリギリ緩くしていかないといけないんですけど、なんかもうだんだんこれ本当に面白いのかとか思ってきちゃって、もう大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だよ。それでも時間は待ってくれません。はい、カット。この日の撮影は終了しましたが、2カット取り残してしまいました。栗林監督が通う学校で撮影した3日目、さらに深刻な問題が発生してしまいました。あるシーンの動きの確認で、はい、はい、出演者が監督がつけた動きに違和感を感じていたのです。すごく彼らが行ったら、なんかそれで2人行くのもなんか不自然かなと思って、奈良木野さんは事前に監督と決めたプランを確認しますが、ファンクラブの人たちも奥に見せていきたいっていう感じ。いや、そうじゃなくて、この最初に来て、その時彼らって呼ばれてっていう、で俺はもうそこで待ってるっていう感じ。そうですね、そんな感じです、のイメージでした。はい、監督、本当にそのイメージだったの？問題が起きたのは休憩中でした。なんか最終的には最初に持ってってなったんですけど、それまでのなんか言葉があんまり足りなくて、私は頑張りだと思ったらどうかっていう、
奈良木野さんは出演者から提案を受けた後の栗林監督のある言葉に引っかかっていました。こんな感じですのイメージでした。はい、こんな感じでした。この時栗林監督が奈良木野さんと一緒に決めていたプランは出演者からの提案で揺らいでしまったのです。出演者の提案に流され最初からそのイメージでしたと言われたら、一緒に決めていたプランは何だったのか。監督を助けるためにそこら辺を作ったんですけど、監督に裏切られたら働けないんですよ。厳しく見えますが、そこには演出家の先輩としての栗林監督に伝えたい思いがありました。間違えててもいいしできなくてもいいけど、人のせいにするとか、誰かがこうやってったから本当はそうしたかったけどこうしてますとか、監督なんだから監督であるからこそそれは言っちゃいけない。奈良木野さんにはっきりと叱られてしまいました。監督とはどうあるべきか、それを痛感した栗林さん。4日目以降は様々な場所での撮影です。早めにちょっとあしらい目っていうことで、それでちょっと一回見ていいですか。栗林監督の意識に少し変化が見えてきました。お芝居が始まる前にちょっと助監督さんとかあとカメラマンさんと打ち合わせっていうのはだけはもうしっかりしていこうと思って、スタッフとの密なやり取りを心がけ、モニターを見つめる表情もなんだか鋭くなったようです。そんな中、次の撮影の打ち合わせで増えてきたのが無言の時間。一体どうしたのでしょう。どういう風にしたらいいのかなって思って、で本当にはどう思ってるのかっていうのを聞いてるっていう感じですかね。プロのスタッフたちは監督の考えが整理できるのを待っていたのです。最初の絵なんですけど、なんか関谷が見てるものっていうところから入りたいなっていうふうに思ってて、どうかなっていう感じのなんかプロのあれなんですけど、関谷の目覚めのカットを関谷の見ているものとして撮影したいという監督の提案に対して、監督がイメージするものに合うかどうかなんだけど、はい、やってます。ありがとうございます。カメラマンのやってみますの言葉にスタッフも答えます。そして完成したワンカットがこちら。目覚めをピンボケで表現して、関谷の目線をイメージ通り映像化してくれました。あ、起きた。都内で38度を記録したうだる暑さの中、スタッフがぎゅうぎゅう詰めのバスの中、とりあえず急ごう。そしてジメジメと蒸し返る田んぼの中でも、時には笑いながら仕事を進めてくれたスタッフ。いつしか出演者も監督とすっかり打ち解けていました。監督を支えてくれた出演者やプロのスタッフたち、この日そんな栗林監督を遠くから見守っていたのは監督のご両親。実は家では娘のある思いを聞いていたといいます。一人でも熱中症になったら全員替えの効かないすごい人ばっかりだから全員無事じゃないといけないようなことを言っておりました。
娘の貴重な経験を温かく見守ります。最終日も自分の意見を出演者やスタッフに伝え続けた栗林監督。そして以上をもちまして、もうちょっと今日は私が役ビートルブレイさんオールナイトになります。そして、この方も脚本監督栗林優子監督も以上をもちましてオールアップになります。お疲れ様でした。自分でもなんかもう早く終われみたいに思ってた時期もあったんですけれども、でもスタッフの皆さんやキャストの皆さんに励まされて、だんだん撮影が楽しくなってきて、ちょっと終わって今とても清々しい気持ちでいます。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。長くて短い撮影の7日間が終わりました。すごい説明してても準備の段階から栗林監督のそばには奈良木野さんがいました。時に一緒に笑い、時には厳しく怒ることもあった撮影の日々は奈良木野さんにとっても新鮮な体験だったといいます。一概に高校生だからってことでもないのかもしれないし、世代なのかもしれないんですけど、弱気になることなく、まあ、いい意味で素直にこう言いたいこと言えちゃってる感じとかは羨ましいなと思ったりする時はありました。栗林さんの好みは分かりましたので、ぜひ一緒にお仕事できたらいいなと思ってます。すごく自分のなんかダメなところとか悪いところもそのなんか出ざるを得なかった現場だったので、そこはちょっとなんか皆さんに迷惑かけちゃったなとか悔しかったなっていう思いもかなりありまして、自分の人生の中ではすごい大切な経験になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ドラマ監督として過ごした17歳の夏、彼女は決して忘れることはないでしょう。OK です。最後の正しい過ごし方とか分かんないな。第4回ドラマ甲子園青い鳥なんてフジテレビ2にて放送中。恋愛したことない関谷には分かんないよ。分かんねえ、分かりたくもねえよ。さらにメイキングの完全版もフジテレビ2にてリピート放送中。まだまだある制作の裏に隠された熱いドラマを見逃すな。